ホリエモンチャンネル。賛同する人たちが増えてくるとよりたくさんの人たちに検査キットを届けられるんで、いや本当にでもいやよかったよかったですね。いや私結構堀江さんにすごい圧かけられてたんでリスク高いよみたいな。いやでも実際リスク高いよ、まあまあそうなんですよね。胃がんで亡くなってるね、うん、親族がおられるっていうのは、うん、はい、だから今日本当ドキドキしながら来たんですけど、いやよかったです、うん、先生でね。だからこれ見てくださってる方もぜひぜひね、ピロリ菌簡単なんで、うん、周りにも勧めてほしいし、うん、こうまあ、家族とか友達とか、うん、あとはまあ自分の職場とか学校とか、うん、そういったところでもやってほしいと思います、ね、職場学校いいですね。そうそうそう、うん、集団検診ということで、うん、非常に簡単できるので、そうですね、うん、特にやっぱご高齢の方ね、やっぱ自分のおじいちゃんおばあちゃんにもぜひ調べてもらいたいですね、うん、検査キットあるんで、はい、本当にねおじいちゃんが胃がんになったら悲しいんです。そうだよね。そう、もうそれね、ならなくてよかったかもしれないんだから、うん、それは。そうそう、だからあの私は身内にいる痛みなので、こんなに予防できるんだと思うと、うん、進めたいですよね、やっぱり。うん、こんなにリスク減らせるならと思う。で、5万人も悲しい思いをしてる人たちがいるわけで。それはね、過去のことだったって言えるようになりたいですよね、うん、10年後。これは本当にこれちゃんと啓発することができたら、10年後2桁ぐらい減りますよね、うん、本当そうなんです。5万人がもう半分、さらにそれ以下どんどん減ってきますので、うん、だから やるなら今なんですよ、うん、例えば20年後待ってたらそれは自然に減ってくるのが当たり前なんですけど、うん、この先5年10年を減らしたいということなので、うん、ということで、あの今日は詳しいお話もたくさん聞けたんですけど、間もなくほっとしましたね。ほっとした、よかったよかった。ここまで引っ張って、そうなんです。いつもこのここの場所に来るとドキドキしますね。いや本当ですよ。いやホリエモンチャンネルクリニックは今後も進んでいきますよ、うん、次歯周病やろうかな、歯周病、うん、はい、歯周病もね面白くて、うん、あの口の中の顕微鏡で見て、うん、歯周病菌がいるんで、あプラークみたいなやつですか。いやもうあの実際に顕微鏡写真で見たりとか、 あとはその呼気 の、あの成分検査とかができて、はいはいはい、で例えば硫化水素が基準値より多いとか、そういうグラフもバーって出てくるんで、ちょっと、ね、ショックですよねそれね。やっぱ口臭が原因で悩んでる人は硫化水素とかそういうのが多いですね。あ、なるほど。でそしたらそういうのを出す変な菌が歯周病菌が結構いたりとかしますよ、うん、じゃあちょっとみんなでホリエモンチャンネルクリニックで健康になりましょう。口臭が出たらちょっとショックだよね、はい、ですね。はい、ということでもう間もなくお時間となってしまったんですけど、よければもう一度本の告知でもしていただいてですね、あとはですねちょっと話せなかったんですけど、はい、あのリスク検診っていうのもねちょっとありまして、はい、ちょっとこれ私書いてるんですけれども、はいはいはい、あのこれも、ね、やってる自治体が最近増えてきてます。でこれは胃がん検診とはまた別なんですけれども、はい、血液で、まあ、ピロリ菌がいるかどうかを自治体が調べてくれるというのが最近増えてますので、うん、あのこういうところにお住まいの方はですね、あのぜひあの受けてみてください。 ABC 分類、まあ、そうですね、 ABC 検診って言います。はい、じゃあこちらの本とですね、先ほどご紹介していただいたそちらの本ですね、はい、はい、ぜひ皆さんあの購入していただいてですね、胃がんについて、はい、いろいろ勉強していただいて、そして検診も受けていただいて、はい、はい、みんなであのあれをグラフをガクンと下げましょう、はい、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。本日のホリエモンチャンネルクリニックはここまで。今回お話を伺った鈴木秀夫先生とホリエモンがメンバーの予防医療普及委員会ピプロジェクトでは、胃がんの原因の 99% だと言われているピロリ菌の検査の啓蒙活動を行っています。お近くの病院でも郵送検査キットでも検査可能です。これからは予防医療の時代、まずは安心するためにも検査をしてみましょう。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。